皆さんこんにちは、太郎です。本日はですね、分かりますかね、曇りです。毎日草刈りをしているんですけれども、草刈りをする上ではですね、隔片のような日ですね。作業がはかどるこの涼しい一日となっておりますが、本日はですね、避けては通れないこの、分かりますかね、これ土手なんですけど、土手高さもですね、いきますよ。はい、見えますか？見えますね。私の胸あたりでしょうか、かなりの高さがあります、この土手ですね。で、のり面草刈り機とかスパイダーモアというんですかね、私そのような機械持ってませんので、もう刈り払い機でですね、刈らないといけません。そこでですね、この今日はですね、傾斜の簡単な刈り方、そちらについて説明していこうかなと。おそらくですが、草刈り慣れてる方ならですね、そうされてるかな。ただ安全にどうしたら安全に刈れるかですね、そちらを説明しようと思います。そして動画の冒頭ではありますが、登録者がですね、チャンネル登録者数700人いきそうです。ありがとうございます。で、なぜいきそうですかと言いますと、私が撮影している今時点でですね、699名の登録をいただいておりまして、ちょっとね、早とちりちょっとね、早いですが、先に700人まだ行ってないですけれども、お礼を言っておこうと思います。ありがとうございます。またですね、今後とも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。まだチャンネル登録してないよと、してやってもいいぞという方はですね、ぜひチャンネル登録してください。よろしくお願いします。はい、で、話は戻りまして、どのように刈るかと言いますとね、ちょっとすみません、刈り払い機刈りながらちょっと撮影できないので、どうしても私 iPhone でしてるので、先に話しますけど、斜面のですね、斜面がありますよね、こうって言えばいいかな、斜面があるとしたら、向かって右側の斜面に向かって右側の下の方、分かりますかね。私この下ろすように、前の動画で言いましたが、下ろすようにというか、反時計回りですね、草刈り機の刈り場の左上、それで刈るようにという説明をしておるんですけれども、その理屈でですね、刈ります。そしてですね、なぜ向かって右側の下かと言いますと、右側の下斜面があって、右側の下ならですね、そのように刈っていけば刈り下ろせるんですよね。で、かつ刈り下ろしてまっすぐ進んでいって、もう1回ですね、2回目を上の方刈ると、そういった感じでするとですね、一気にガーってすることもなくですね、安全に小刻みなですね、もちろん時間はちょっとかかりますよ、ただ安全に作業ができるかなと思います。で、またため池の草刈りとかでもですね、この考えは使えるかなと。みんながですね、それぞれわちゃわちゃっていくよりもですね、綺麗な斜面が変形してないっていうのに限りますけど、一番下の右側からですね、みんなで並んで刈っていけばですね、もちろん安全な感覚をとってですね、早く刈ることができますよね。みんなで掘って刈り下ろしていく、そのような作業ができます。ただですね、一点問題がですね、稲刈り前はですね、ちょっとしない方がいいのかなと。この刈り方は稲刈り前、コンバインで通りづらいから刈りますよね。ただ人によっては嫌われるかな、その土手近くまで植えてた場合ですね、苗を刈り下ろしたやつが稲にかぶりますよね、草が。なので、コンバインがそれを巻き上げて、結局もみの選別がバラバラになってしまうと、センサーに悪さしてですね、そういったことがあるかもしれませんので、稲刈り前の草刈りでですね、このやり方ちょっと考えた方がいいのかなと。私は稲刈り前はもう暑くて、あまり草刈りをちょっとしていないので、7月末なんですよね、稲刈りがね。だからちょっと、もうあまり元気がないので、朝と夕方しかあんまり草刈りをしておりませんので、ちょっとあれなんですけれども、稲刈り前はご自身のオペレーターの方と話してですね、そういう刈り方をしてもいいのか、もうしない方がいいのか、もうゆっくり進むのか、そういった話をですね、されるといいかなと思います。もちろん刈る前提ならですね、田植えの時にもうあぜから土手からですね、離して植えるのも手なのかなと思います。
ということでですね、いろいろ5分ほど喋ってしまいましたが、これからですね買っていこうと思います。で、この斜面ですね、こう向かって右側なので、この一番手前の下の方からですね買っていこうと思います。で、作戦としては高さが私の胸ほどまでありますので、だいたい 1.2 メートルぐらいかな、下の方を1回買っていって、ずっとで2回目上の方を買っていって仕上げようかなと思っております。で、もちろん土手の時はですね滑らないよう、もうこけたらですね最悪ですね、草刈り機使っている時にですねこけると大変ですので、しっかり滑らないようにですね、イボがちゃんとイボイボしている靴であったり、スパイクであったり、もう意識高い方はですね、地域で土手に通路というか歩行路歩けるようなですね段差を設定されている方もいらっしゃるみたいですね。まあ、ちょっと私の土手にそのようなのはありませんので、しっかり気をつけて歩いていこうと思います。それではやっていきます。はい、それでは草刈り機のエンジンが温まったらですね買っていきます。下から、この段差の下からいきますね。やっぱりマスクとサングラスじゃサングラスが曇ってやりづらいですね。気をつけましょうね。しっかり皆さんは見える状況を確保してですねやりましょう。それでは頑張っていきます。まずは下からですね。やはりですね作戦を変更します。あまり土手思ったほど高くなかったので、もう一発で行こうと思います。結構高いかなと思ったら、割とね、見えますか、もうあとこんぐらいでした。なので一発で行こうと思います。はい、ただいまですね終わりました。10分ぐらいかかったかな。やっぱり刈払機で疲れやるのは疲れますよね。まあスライドマーも通れない、はず草刈り機も通れないので、こういうところはですね仕方ないですね。やっぱ好みが分かれるかと思います。最初の1畳分若干ねこの草がかぶってますので、稲刈り前はですねやめておきましょう。払い上げてもいいんですけどね、もうこういう私は斜面のこういう急なところはですねもう刈り下げてますね。無駄にね、無駄にじゃないな、あまり無駄な動きをこうしてしまうとですね疲れが増すのと、やっぱり斜面にずっといると疲れますからね、事故が怖いので、もうスムーズ、もういかに楽に終わるか、こういう斜面は、それを意識してやってます。もちろんですね、水路とかの隣接する土手はですね、このような刈り方はしちゃダメですね。自分とこの田んぼ、そこならいいですけど、水路に入れないようにですね、刈り跡は。水路があるときはもちろん刈り上げるんで、この刈り下げるところがですね、誰のものなのか、どこの土地なのかをですね、
考えてからですねこの作業をする必要があるかなと思います。なのでですね、まあ、これから草刈りシーズンに入られる方で特に新規就農者であまり慣れてないよって方はですね土手はですね本当に注意してください。予想以上に疲れますし予想以上に疲れる大変そして危険性が増すと。さらに水張ってる場合はですねキックバック水でですねチャーンってなってしまいます。まあ硬いものとか当たってもそうなんですけれどもそういう時にですね狩り場行きの竿がですねポーンと飛んでいくので硬いものを弾いた時のようにですね狩り場が水に当たるとそれも気をつけましょう。もし人と作業してた場合ですねもしもがありますので本当に細心の注意を払いながらですねしっかり作業されればなと思います。ということで本日は草刈り動画でした。ご視聴ありがとうございました。本日の動画がいいと思われたらコメント、高評価、低評価、チャンネル登録をぜひお願いします。それでは失礼いたします。